日本共産党の伊藤岳です。冒頭、桜を見る会について一言申し上げます。税金を使った買収だったのではないかという疑惑が次々に明るみとなっています。政府与党は野党が求めている総理出席の予算委員会の開催に応じず閉会になだれ込もうとしていますが、これは断じて許されないということを強くしておきます。強く指摘をしておきます。質問に入ります。太陽電池発電設備メガソーラーについてお聞きします。再生可能エネルギーの電力需要の中に占める割合を飛躍的に促進していくことは日本共産党としても一貫した方針政策です。ところが気候変動を背景にしたこの間の一連の台風によって太陽電池発電設備メガソーラーの崩壊事故が埼玉県内でも連続するなど再生可能エネルギー促進に影を落とし始めています。経産省2018年度2019年度における太陽電池発電設備の被害状況のうち土砂崩れによる被害は2018年度が11件、2019年度が7件、間違いないですか。経済産業省大臣官房川本審議官。お答えいたします。経済産業省では電気事業法に基づきまして、太陽光発電の設備につきましての事故報告を受けておりますけれども、今先生ご指摘のありましたとおり土砂崩れによります事故はそのうち2018年度は11件、2019年度は現時点で7件ということでございます。伊藤岳君。埼玉県で発生した一つの事故事例を紹介します。資料1をご覧いただきたいと思います。越生町で先日の台風19号によりメガソーラー建設現場が崩壊をしました。事業者が斜度30度まではないが急斜面を森林伐採して保水力を失った斜面の土砂が下の道路に崩れ落ちたものです。台風が来る前にも1メートルを超える巨大岩石が崩落していました。ここは土砂災害防止法の定める土砂災害警戒区域に挟まれた地域ではあります。住民の皆さんは土砂や岩石が崩壊した道路は通学路だ、一歩間違えばと、なんでこんなところにメガソーラーを作るのかと話しておられました。資料2に示しましたけれども、電気事業法による技術基準を定めた急傾斜地法で指定された斜度30度以上などの急傾斜地崩壊危険地域では崩壊を助長しまたは誘発する恐れがないように施設をしなければならないとしています。越生町の現場はこの指定区域ではありませんでした。経産省、この越生町の建設現場のような急傾斜地崩壊危険区域に指定されてはいないが、土砂崩壊の危険性がある急傾斜地では電気事業法による技術基準を見直して発電設備の設置環境に応じて規制を強化すべきではありませんか。経済産業省川本審議官。はい、お答えいたします。電気事業法に基づく電気設備の技術基準におきましては、人に危害を及ぼしたりあるいは物に損傷を与えるといったような恐れがないように電気設備を安全に設置するということを求めております。しかしながら今先生ご指摘がありましたように近年自然災害の発生時にですね、急傾斜地崩壊区域危険区域以外のも含めました斜面に設置した太陽電池発電設備の崩壊事故崩落事故が等が起きているという状況を踏まえまして、経済産業省では先般太陽電池発電設備を斜面等に設置することによる土砂の崩壊流出を防ぐための措置を技術基準等に新たに規定するという方針を関係の審議会にお示しいたしまして、その了承を得たところでございます。今後この方針をですね、実行に移しまして引き続き太陽電池発電設備の安全確保にしっかり取り組んでまいりたいと思います。伊藤岳君。ぜひ規制強化急いでもらいたいと思います。ではもう一つ事故事例を紹介いたします。資料3をご覧をいただきたいと思います。埼玉県小鹿野町で2年前の2017年の台風によりメガソーラーごと土砂が崩壊した現場です。ここは事業者が農地整備で県に申請して河川土手に土砂を受け入れて積み上げていきました。その後県に申請せずにさらに土砂を積み上げていきました。社長は同じですが別の事業者がその軟弱地盤の上にソーラーを設置しました。そして台風による大雨で積み上げられた土砂が広範囲に崩れました。それほどの軟弱地盤だったわけです。
またこの崩落によってせき止められた河川から越水をして近隣の家屋が浸水被害にもあっています。住民の方は盛土で景観はすっかり変わってしまった、そしてこんな事故まで起きてしまってと悔しい思いを語っておられました。昨年の自然災害を受けて電気事業法による記述基準が一部改正をされました。太陽電池発電設備にかかる技術基準については支持物、発電設備を支えるものですね、その強度を電気設備に対する一般的な技術基準に加え、太陽光パネルを支える支持物の安全性の観点から上乗せ基準が設けられ、地震や風圧などに対する安定と定められました。それでも小金町のような現場のような被害ケースも多発をしています。技術基準が太陽電池発電設備が維持されるかどうかという範囲にとどまっているからではないでしょうか。小金町の現場は発電設備を維持する支持物ではなく、発電設備を設置した地盤そのものが非常に軟弱でした。経産省、軟弱地盤の崩壊流出などで周辺の生活環境に支障をきたす地域では電気事業法による技術基準を見直して、発電設備の設置形態に応じて立地を規制もしくは禁止をするべきではないでしょうか。経済産業省川本審議官。はい、お答えいたします。先ほど太陽光電池発電設備を設置する際に取るべき措置について、技術基準等に新たに規定するということを申し上げましたけれども、こちらは特に斜面である場合に限ったというわけではありませんで、今先生ご指摘の軟弱地盤の場合も含めまして、土砂の流出あるいは崩壊を防ぐということを求めるものであります。太陽電池発電設備の設置の場所が多様化をしておりますので、そうした中で設置場所やあるいは設置形態に応じて取るべき措置を明確化にするという観点から必要な検討を今後着実に進めてまいります。伊藤岳君。本来太陽電池発電設備は再生可能エネルギーとして促進をされるべきものです。しかし危険箇所で建設が進んで事故も続発をする、これでは住民合意国民合意が築けずに結局再生可能エネルギーの促進が進まないことになってしまいます。経産省のワーキンググループの会合では、太陽電池発電設備について設置者や設置形態の多様化などを踏まえ特化した新たな技術基準の整備を図る、2020年度に検討を進めるとなっています。そこで私は以下提案をしたいと思います。第一、急傾斜地における発電設備の設置については急傾斜地崩壊危険区域に指定されていないが崩壊の危険性があるところでは規制を強化すること。第二、軟弱地盤上における発電設備の設置については設置形態に応じて立地を規制もしくは立地を禁止すること。経産省いかがでしょうか。経済産業省大臣官房川本審議官。お答えいたします。太陽電池発電設備につきましては、火力発電、あるいは風力発電とのようにですね、発電方式に特化した技術基準、これが現在、存在をしておりません。一般的な電気設備にかかる技術基準の中で関連規定が設けられているというところでございます。で、先ほど申し上げましたように、今ご指摘の点につきまして、まずはその現行のですね、電気設備に関する技術基準等におきまして、斜面あるいは軟弱基盤、地盤等に設置する際に取るべき対策について必要な措置を規定する予定でございますけれども、さらに経済産業省といたしましては、太陽電池発電設備の設置者あるいは設置形態が多様化している状況等を踏まえまして、今後太陽電池発電設備に特化した新たな技術基準というのを整備をするということにしておりますけれども、その中でもいわゆる斜面あるいは軟弱地盤を含めまして設備を設置する際に設置者が取り組むべき対策、こちらにつきまして規定する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。伊藤岳君。ぜひ今日紹介した事例も踏まえて見直しを進めていただきたいと思います。自治体の先進的取り組みにも学ぶべきだと思います。埼玉県の日高市では太陽電池発電設備の設置にかかる条例をこの8月に制定しました。概要は災害の発生の防止並びに良好な環境及び景観の保全のために保護すべき地域として特定保護区域を指定し、この区域においては事業の規模にかかわらず市長は同意をしないものとする。また事業者は事業を行うときには市長に届け出するとともに市長の同意を得るものとする。さらに
関係自治体との事前協議と届け出を義務付ける、関係自治体と住民への説明も義務付けるというものであります。大臣、この日高市の条例の市長の同意、また事前協議と届け出、住民説明の義務付け、これどう評価されますか。小泉環境大臣。私も全国いろんなところ行きますが、日高市といえば、栗、うど、ブルーベリーと、特に駒川マロンというのは大変人気もあると聞いています。そういった日高市、また各自治体がそれぞれの地域の特性に応じて環境に配慮した適切な再生可能エネルギーの導入に向けて取り組むことは重要だと考えています。環境省は従前より環境への配慮が適切になされるよう、環境影響評価制度等に係る自治体担当者間のネットワークを構築をしていて、各自治体の取り組みについて情報共有や意見交換を行っているところです。伊藤岳君。自治体の取り組みも重要ですが、このメガソーラーの乱開発の根本には政府が制定したフィット法があると私は思います。フィット法の固定価格買取制度で事業計画の認定と再生可能エネルギーの促進はしますが、一方で今日紹介したような乱開発を引き起こしているのではないでしょうか。なぜならフィット法では事業者の義務としているのは、接続契約の締結、設備の持続的維持でありまして、関係自治体と住民との関係では理解と協力に努力をするという、この努力義務にすぎません。事業者や企業に大変甘い法体系となっています。先に紹介したような埼玉県で発生した事故の根本的な原因もここに根源があると思います。大臣、日高市の条例にも学んで環境影響評価法で太陽電池発電設備の設置において特定の保護区域などでは大臣は事業に同意しないという意見を示すべきではないですか。小泉環境大臣。太陽電池発電設備は先般の政令改正によりまして来年令和2年の4月から新たに環境影響評価法の対象事業として追加されます。環境に著しい影響を及ぼす恐れがある事業に対しては、この環境影響評価法に基づく環境大臣意見の提出などを通じて適正な環境保全措置が講じられるよう対処していく所存であります。伊藤岳君。電気事業法の技術基準で規制が及ばないところ、これは環境影響評価法で規制していくという、環境大臣としての強い姿勢をぜひお示しいただきたいと思います。そうでないと何のための環境省なのかということになってしまうのではないでしょうか。ぜひ周辺の生活環境に支障をきたす恐れのある地域などの発電設備の評価においては大臣がしっかり是認できないという意見を表明していただきたいということを再度求めておきたいと思います。繰り返しになりますが、再生可能エネルギーを飛躍的に促進していくことと住民の理解、合意というのは表裏一体のものだと思います。日本共産党としては再生可能エネルギーの電力需要の中に占める割合を2030年までに4割とする政策であります。ドイツは2030年まで 65%、 フランス 40% などの目標を持っています。日本の2030年度までの22%から 24% という目標はあまりにも低いと思います。目標を抜本的に引き上げるべきだと思います。その引き上げた目標の達成のためにも地域共同、地産地消、地域分散型の方向でこそ再生可能エネルギーの整備は進んでいくのではないでしょうか。そしてこうしてこそ再生可能エネルギーが気候変動対策の主力となる、中心となる、パリ協定の2050年以降温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標に日本が貢献していく道が私はここにあると確信いたします。ぜひそういう観点から施策を進めていただくように改めて強く求めまして私の質問といたします。